はい、えーテニスラジオの白川です。えー、今日はですね、あの、今まであの、例えば日本一取ったとか、その上位に行った子のね、例えばフットワークなんですけど、基本的にね、うち全部ね、縦に動かすんですね。縦動きなんですよ。すね。あの、スペインから来たコーチ、昔ね、もうスペインから来たコーチにスペインのフットワーク、スペインフットワークを教えてもらったんですけど、その時に教えてもらったのがテニスコートは横に動くもんじゃないよって、縦に動くんだよって思って、えーとこう思ってね。で、それからそれをすごくね、あの、勉強させてもらったんですよね。 あの、今ね、実際その縦動きっていうのは、ちょっとある一部の子しかもう出て、できてないんですよね。っていうのは、どういうことかっていうと、やっぱりその、多くのスクールがこう、横、横方向が多いですね。あの、サイトゥサイドとか、こう、横に動かせる、横に走らされるっていう、え、ことが非常に多いし、まあ、それで教わってるので、あの、急にこう、それを変更するとか、いじるっていうのは、あの、ちょっと、 プレスタイル上昇危険性があって、で、あまり多くは取り組めてないということなんですよね。 どういう、あの、どういうことかっていうと、まあ、テニスコートは横に縦が長いでしょっていうことですよね。なの、なので、それともう一つは、あの、飛んでくるボールっていうのは、あの、常に長さは変わるでしょ同じ距離に落ちないでしょって、えー、いうことなのですね。っていうことは、短いボールと深いボール来るから、自分が立っている位置から、あの、例えば左に来たら、あの、浅かったら左前だし、 え、深かったら、えーあのあー、あの、左斜め前だし、あのー、深かったら左斜め後ろになるわけね。ということはこれ、ほとんどその、真横に動いてないんですよね。えー、棒の深さとかに合わせて、こう、縦にこう動くという形にこうなってますよね。 なので、あの、例えば急に深いボール来ても、その、懐がね、すごくこう、なんですかね、あって速いというか、あのー、特にその縦に動ける子っていうのは、深いボール急にパッと来ても、軸足をパッとこう、ボールの後ろにこう入れられるんですよね。 で、横方向に動かない子っていうのは、こう、あの、飛んでくる部分に対して思いっきり、こう、なんていうか、こう、衝突していく部分、衝突ってるわけじゃないけど、こう、ま、横に動く、えー、っていうことは、やっぱり深さとかには対応してないので、結局、こう、食い込まれたりとかっていう風なことが、ま非常に、こう、多いんですよね。ただ、これはね、やっぱりね、あの、他の、やっぱり、スクールの考え方もあるから、よ、よっぽど、どういうのかな、あの、 話っていうか、理解して取り組まないと、やっぱり難しい部分なのかなって思いますね。え大阪でも、まあ、あの1位になったら何人かいるんですけど、その1人のジュニアに関しては、もうすでに、まあ、それでもね、徹底できてないんですよね、あの縦に動くっていうのをね、こうやったんだけど、なかなかね、あの、 なんていうのかなええー、と、やっぱりいろんなスクールもいや、あの、行ってるから、私もそんなに、いつも見れるわけじゃないから、なかなかこう、徹底はこう、非常にこう、難しいんですよね。で、あのー、もうちょっとこう、縦に動く利点っていうのはね、飛んでくるボールに対しての、えっ、ー、とね、えー、時間のコントロールってあるんですね。バウンドしてからのこう、時間ですよね。 で、例えば、あの、うちで、ま、日本一になった子なんかあったら、こう、前陣速攻なので、こう、前前っていう動きが、あの、すごい、あのー、あったと思うんだけど、だいたいバウンドしてからね、0.2、8秒ぐらいで打たすんですね。練習するときね。試合のときはだいたい0.3秒ぐらい、時間を奪うとき0.3秒台ぐらいで、プレイは0.5秒台ぐらいで打,打ってるのかな。 あの、うち、例えば、早いタイミング打てねっていう言い方しないんですね。0.6ぐらいで打ってとか、0.8にしてとか、0.5にして,て、今0.2だよ、0.3だよとかって、こういうふうに、あの、時間を覚えてもらって、時間で明確にこうやるんですよね。飛んでくるボールというのはこの間合いっていうのは時間なので、まずボールを打つ前に時間をコントロールするということですね。なので、飛んでくるボールに対して時間が欲しい場合は、ちょっと、えっ、ー、とバあの、バックに動いていって、斜め後ろに、あの、動いて、 えーっと、例えば0.8キープとかね、えー。ラリーだったら0.6キープ。で、あの、今度、えー、っと、時間を奪う、相手がコードカバーする前に返球するんだったら、えー、斜め前に入っていって、えー、っと、0.5秒にするとかっていう風にしてね。あの、常にこう。 なんていうか、縦に動くと、ボールのバウンドの時間がコントロールすごくしやすいんですよね。これをね、真横に動かさないと、深いボールだったら短い時間になって、えー、浅いボールだったら長い時間になるっていうか、ボール任せにこう、結構なりやすいんですよね。で、それで、その、なんて言うかね、自分でその、バウンドしてからのタイミングっていうのが非常に取りにくいので、結局こう、ミスショットしてることが非常に多いんですが、 気づついてないんすよね、みんなね。であの気づついてないから言うんだけど、なんか、ね、もう右から左っていうか、聞く耳ないんじゃなくて、なんていうのかな、やっぱりこう、腹落ちしてないというか、こう、イメージにないっていうか、あと、それともう一つね、まあ、あの、他のスクールさんでも多いんだけど、まあ、それが間違いとは言わないんだけど、下がるな、下がるなっていうのがあるでしょう。下がらないで前で打て、下がらないで前で打てっていうね。んで、あの、 結論、まあ、それが悪いわけじゃないし、あの、い、よく行く子もいるんですよ。でも、あの、うまくいかない子はもう詰まっちゃって詰まっちゃってっていうね、それでも前行け前行けとか言われて下がるなとかで、下がられたらこう怒られるみたいなね、なんか、そんなこう風潮がこうあってね。 で、結局なんかベースラインに張り付いてこう動いてるっていうかね、もう。で、まあベースライン、ベースラインから、からあの、もう四の横方向、横方向という風な感じで。で、短かったらこう前へ行くというんだけど、あの、結局ね、横方向に動いてる子は急に前へ行くってね、一歩どうしても遅くなっちゃうのね。まあ言えば、あの、例えば、 あのー、私がこうスペインのコーチにね、こう言われたのはね、ポジション下げてから前入れって言われたんですよ。で、私言ったんですよね。そんなの前落とされた時どうすんのって言ったら、いや、下がったやつの方が、あの、前早いんだって言うんですよ。<laughs> 何それって。で、あの、嘘だと思うんだったら、ちょっとやってみろって言うてね、ちょうどね、あれ、どこだったかな、あの、ウツボのね、えっ、ー、とね、あれね、ちょうど1番コートナイター、ナイターだったかな、1番か、そのトライだったかどっか借りてね、あのー、あのー、 そのスペインのコーチがね、教えてくれたんですよ。もうかなりもう20年近く前なんだけど、ポジション下げるでしょ。で、下げるとどうするか言うたら、結局前行くしかないんですよ、こうね。例えば真ん中に立ってるでしょそうするとボールを食うと斜め前に入って、また下がって斜め前に入ってっていうね。で、こう打たされてるというのは急にドロップ行ってもね、ポーンと走れるんですよ。だって常に前に前にこう動いてるから、こういう感じで。 ところが、あの、ベースラインにへばりついて横を動かされて、横を動かされて中で急にドロップを打たれると、打ってこう前に行けないんですね。こう直角にピッとこう曲がるわけですよ。こうピッピッってこうね。そうすると前に行けないんですよね。遅くなるんですよ。だから、からあの前に動く、あの、縦に動くっていうことは、ポジション下げた状態が前に入って後ろに行って、前に入って後ろに行って、こういうふうに、あの、短かったら前、ね、深かったらこう後ろってこ、こう、常にこう、 何ですかねこう、斜め前にこう動くこうフットワークをこう使うんですよね。なので、何ですかねあの、常にこう前に前に動いてるから、ライジングとか時間を奪うのも早いんですよ。パーンって。パーンって。でも、横動いてる子って、横動いて、横動く中で、で、それで前に前に行こうとすると、こ直角に入る。まあ、極端に言えばね、直角に入るような形になっていくと、一歩どうしてもこう遅くなっちゃうね。えー、なので、あの、 常にその、あの、ポジションちょっと後ろに下げた状態か、こう前に前に入る縦の動きっていうのをね、あのー、すごく、あのー、実はこう動きって早いんだなと思いましたよね。 で、それが、まあ、前人そこの子はベースラインぐらいに入って、そこでまたえー、縦に動いてるわけですね。まあ、その、ここのポジションっていうのは、まあ、結局、あの、その子のプレイスタイルによるから、あの、まあ、後ろにポジションを取ってる子もいるし、やや前面に取ってる子もいるし、あの、バラバラなんだけど、そこからもう、なんていうのかな、あの、緻密に縦にこう動くんですよね。で、あの、まあ、うちで、あの、何人か、その、まあ、その、上位、全国でも上位いた子なんていうのはもう、本当にもう、 あの、縦動きです。それがすごい徹底できたっていうか、一つのその踊りだけでも3年ぐらいかけてやったかなっていう感じですよね。すごい、あの、やりましたよね。えー、まあ、11月ぐらいにね、その縦に動くっていうフットワークのね、あの、ちょっとレッスンもね、ちょっと土日にちょっと入れていきたいなと思うんだけど、なかなかね、練習でね、理解ね、されてないと難しいからね、本当に理解して,してくれる子が来てくれないとね、なかなかね、 あの、うまくいかないとこがあるんですよね、練習っていうのはね。やっぱり練習でこう、なんか意志が高,高いもの同士でね。あの、だいたい同じこう方向性を持ったもの同士でやるとめちゃくちゃこう盛り上がるじゃないえー、ところがもう、一人はもうなんかあんまりやる気ないで、一人はもう、こう、なん,てうんですか、もうやる気満々っていうのが、やっぱり、あの、それになっちゃうと、もう全然レッスンが成り立たないし、こういう、練習にならないんですよね。 なので、縦置きなんかも、あの、縦の置きをやりたいと思ってやってる子はすごく頑張るけど、えー、これ何とかと思いながらやられると、もう全然こう、身になんないから、まあ、ご希望のある人に関してはね、まあ、お父さんはさせたいと思っても、本人がどう考えてるのって、分かってんのかなっていうのもあるから、あの、まあ、何回かね、ちょっと、あの、メールかなんかで、えっ、ー、と、質問とかを受けながら、ちょっと受けたいかなと思いますね。近日にまた、あの、 えー、まあ、発表したいと思うんで、まあ、概要欄見たら、こう、連絡先、メール、あの、書いてあるんでね、一回、その、それに、それって一体縦に動くって何なのっていうのをね、あの、問い合わせいただければね、お答えできるかなと思いますね。あの、かなり懐が、こう、こう、なんかできて、あの、深いボール来てもしっかり、こう、ディフェンスできるし、短いボール来ても素早く前入って、あの、 なんてですかえっ、ー、と、ライジングとか、早いタイミングを取るということも、めちゃくちゃ早いです。もう、常に縦にこう動いてるのね横じゃないから。横行って前じゃないからね、もう常に縦、縦、縦だから、前の動きと後ろの動きしかないんですよね。あの、すごいよく考えられた、あの、スペインフットワークでした。教わったのはね、 今結構だから上位の子ってほとんど縦で動いてるんじゃないのか見る限り縦に動いてると思うんだけどね動けてるっていうかでうまくいってない子は結局こう横にしか動けなくて詰まってるなっていうねでうちがテニスコートをあのあの必ずその後ろあの,の6.4メーあるとこねあれ規定6.4メーターなんで6.4メーターあるとこでないと使って練習使ってないんですよね基本的にね あの、よく言うあの、後ろ下がれないっていうね、あの状態だと、その、ポジションを下げた時のプレイの仕方が全然わかんないから、後ろ狭い子ってちょっとすごい弱いですよね。なので、どうしてもそういう子って横方向の動きになりがちなんですよ。なんかこう、ハーフショットみたいなね、ライジン系はなんかうまいなと思うんだけど、えー、コートを縦に使えないっていうのは欠点なんですね。なので、うちはもう縦に使いたいので、思いっきり下がった状態からまた一枚行ってという、こういうね、プロの試合見ても、もう下がったり前行ったりすごい動いてるでしょ、こうね。 あのーまあ、完全に真横にずっと動いてるわけじゃないんだけど、ジュニアの試合見てください、ほとんどに真横に動いてるでしょ。ね でもうまいこと言うは、こうコードの、こう、懐、動きを使ってるから、そういう動きをね、あの、覚えさせ、覚えさせるためには、やっぱり縦動きをしっかり、え、作っていった方が、あの、有利かな、というふうに、こう、あの、思いますね。あの、一部の人はね、やっぱりちょっと、あの、取り組めているんだけど、あの、全体的にはなかなか取り組みにくかったんでね、あの、ちょっと、あの、YouTube の方でね、ちょっと、あの、お伝えさせていただきました。ちょっとご興味のある方はね、また連絡いただけたらいいと思います。あの、ま、あの、さっきみたいに概要欄に、 あの、メールも、あの、連絡先もあるので、えー、それについてちょっと質問ある方ね質問あってもいくらでもね、もう無料で、あの、行いますので、あんまりの、こ長いのはちょっと厳しいですけど、あのー、対応しますのでね、あのー、また連絡くださいですね。えー、ということで皆さん、頑張ってください。